全滅か。派手にやりやがったな、こいつは。何も残ってねえんじゃねえか。おい、トニー、連邦船がおっとり刀で到着するまでどんくらいある？最後の救難信号が発信されたのが30分前だから、どんなに早くてもあと3時間はかかるんじゃねえの？近くに艦影なかったしなあ、浜。そうっすね。半径5000光年の範囲にいた船は自分らだけっすよ。よし、そんだけありゃ十分だ。売れそうなもん残らずかっさらってくぜ。ねえ船長、いくら外難の旦那への借金返済期日が迫ってるからって、こいつはちょっとまずいんじゃないっすか？連休に見つかったら10年じゃ済まないっすよ。そりゃ見つかったらの話だろうに。大体だな、こんな辺境をわざわざ連携が巡回して回るもんかよ。だからって何も死に装束かっぱぐような真似しなくても、なんか自分ら宇宙の熊猫かジャッカルってなけりゃハイエナって感じしません？バカ野郎、なんだその例えは。全部絶滅した動物じゃねえか。縁起でもねえ。宇宙環境に優しいリサイクル屋と呼べ。リサイクル屋と。アルバイトはこの間ガイナンの旦那にダメ食らったばかりっしょ。ファウンデーションのイメージが落ちるっていいのかなと。3時の方向に大破した船発見。ありゃガニメデ級だな。おお、でかしたぞトニー。 UMN の非常隊を傍受してた甲斐があったってもんだぜ。早くつけろ早く。やっぱハゲタカかな。あんだって。スペクトルバッチリ、ジオクリスタルの光っすよ。よっしゃ、幸先いいぜ。まずは水槽ゲットだ。うわっ、死体じゃねえか。何がジオクリスタルだこのバカ。たるみえじゃねえか。ここは戦場跡だぞ。別に珍しくねえだろ。モーターの推進剤がもったいねえ。構わねえから、ほれ、走りしまえ。冗談っしょ。ご先祖は敬えって、死んだばあちゃんから散々言われてたんだからさ。たたられるのごめんだぜ。船長やれよ。バカる。じゃあ何か、あらてめえのじいさんかなんかだってのか。なわけねえだろ。死の子の言わずに、とっとと進めって。まったかよ。船長いつもそうじゃねえか。嫌な役全部俺たちに押し付けてさ。バッカ野郎、引っ掛けてどうする。引っ掛けて弾けっつったのに。んなこと言ったって引っかかってきたの向こうだろ。俺のせいじゃねえって。いいからとっとと外せよ。あ、でもこの死体女の子みたいっすよ。結構美人かも。じゃねえよこの変態。死体に美人もヘッタクレもあるわけねえだろ。そういうこと。向こう向いちゃってるしね。ご対面できないの残念だけど。通信回線を開いてください。話したいことがあります。2020です。死体が喋ったっす。バッカ野郎、よく見ろ。こいつは死体なんかじゃねえ。ナンバダブー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 。え、リアリエンかサイボーグ、そんなとこだろ。でも真空中で活動できるレアリエンなんて聞いたことないっすよ。なら軍のロボットかなんかだろ。いいから回線開けよ。あ、俺は不定期貨客船エルザの船長マシウスだ。先ほどキレンダの救難信号を受信した。偶然本船の進路近傍であったがゆえ、諏訪一大事と救助に駆けつけた次第だが。救助？何か協力できることはないかな。そんな救助ってバイトの方はどうするっすか。ベッケル、救助しているふりしてその隙にいただいちまうんだよ。この山頂でどうせ誰も生き残っちゃいねえって。担当直入に言います。今から第二ミルチアに向かってゲートジャンプしてください。あ、姉ちゃん、寝言だったらベッドの上で言ってくれ。こちとらバイトがまだなんだ。来たぞ、そんなことできるかい。おまけになんだ、
第二ミルチアだと遠距離行くのにいくらかかるか知ってんのか。ご心配なく、 UMN ゲートの使用料金ならば我々が持ちます。な、与太話信用できるかい。仮に本当だったとしても、こちらビジネスの予定がぎっしりと詰まってんだ。暇がねえんだよ、暇が。こちらも時間がありません。指示通りにしないとこの窓を破壊します。へっ、できるもんならやってみろ。このエルザのフロントウィンドウは直径6ミリのデブリの直撃にだって耐えられるようにできてんだ。姉ちゃんのやわなパンチくらいじゃひび一つ入れらんねえ。あと一撃でこの窓は割れます。見たところ宇宙服は着ていないようですが、これは善意の提案です。このままあなたたちを宇宙に放り出してから船を占拠することもできるのですよ。でやっ、わった、行く、行きますって。そう焦るね。最初から素直にそうしていただければ1分45秒も無駄にせずに済みました。これからそちらに乗り込みます。カーゴベイを開けてください。了解した。それと、え、なんで。船を急加速させて私を振り落とそうなどとは考えないことです。エンジンごと船を破壊しますよ。完全に見破られてるっすね。ディゼイ、船長、汎用隊に通信が入ってるんですけど。通信？生存者かい。さあ、今スピーカーに出すっす。いますね。誰かいませんか。誰でもいいです。この通信聞いてる人、誰か助けてください。ほら、主任も。大丈夫よ、そんなことしなくてもそのうち救助が来るから。ねえ、それよりコスモスは、あの子どこ行ったのかしら。知りませんよ。とにかくまずいですよ、このままじゃ。グノーシスだってまだいるかもしれないってのに。今はそれどころじゃないわ。コスモス、急いで回収しなきゃ。コスモスのことより救助ですよ、救助。ああ、こんなことになるんだったらみんなを先に行かせるんじゃなかった。まだ近くにいてくれないかな。ねえ。信じられない。アレン君、どうしてそんなに元気でいられるわけ？あんなことがあったのに。あ、僕だってショック受けてますよ、ちゃんと。心外だな、主任にそんな風に言われるのは。そっちの方がずっとショックだ。主任は僕のことを冷徹なアンドロイドだと思っていたなんて。もう誰もそんなこと言ってないでしょ。言ってる。主任は僕はアンドロイドだと思ってる。なんだこりゃ。うん。おい、シオン。コスモス、コスモスなのね。あなた今どこにいるの。近くを通りかかった民間船の中です。しばらくその状態でいてください。直に連邦の救助艇が来るはずです。しばらくって。コスモス、あなたはどうするの。私はこの船を使って第二ミルチアに向かいます。本社からの指示です。向かって、ちょっと待ってくれよ。僕たちはどうなるの。残念ながらあなた方への指示はありませんでした。現状が優先されます。じゃあ何、僕たちはここでじっと助けを待ってろってこと。そういうことになります。待ってくれよ。こんな辺境の暗礁中域に連邦の救助艇が来るかどうかの保証なんてないだろう。もし来なかったら僕たちこのポッドの中で餓死しちゃうじゃないか。おい、そんなのごめんだよ。その前に酸素がなくなって窒息死しますね。
約46時間後になります。なんだ、窒息？そうです。もっとも15時間以内に救助艇が来る確率は 96% ですから、そうなる前には助かるでしょう。断言はできませんが。そんなダメよ。あなたを一人で行動させるわけにはいかないわ。そっちに収容しなさい。時間がありません。通信を切ります。お元気で。シオン、あれ待ちなさい。コスモス、収容してくれなければ今からポットのハッチを開けるわよ。いいの？うわ、何するんですか主任。バカな真似はやめてください。アレン君は黙ってて。いい？コスモス、このレバーを回転させたらどうなるかわかるよね。あなた困るんじゃないの？私たちを生還させなくてはならないんでしょ。違う？付き合っていられません。やってください。コスモス、あなた全然信じてないでしょ。本気なのよ私は。うわー、本当に回してる。助けてあげたらどうかな。彼女本気みたいだよ。よう、ケイオス、お目覚めかい。これだけ騒がしければ誰だってね。いいよね。彼女に依存はなさそうだから、あとは船長の判断だけなんだけど。どうかな船長、僕からもお願いするよ。ああ、お前がそう言うんならこっちは構わねえぜ。トニー、失礼します。あの船長のマシウスだ。ベクターインダストリー本社第一開発局のシオン・ウズキです。こちらは同局のアレン・リッチリ。すみませんでした、融通の効かない弊社のコスモスのせいでご迷惑おかけして。ほら、アレン君もお礼言って。あ、はい。いや、ほんと助かりました。融通の効かない上司のせいで危うく宇宙の木図と消え果てるところでし。って礼だったらこっちのケイオスに行ってくんな。俺らはあんたらを置き去りにしていくつもりだったんだからよ。そうだったんですか。ありがとう、ケイオス君。いいんですよ、困ってる時はお互い様ですから。ま、こいつがいてくれるおかげで俺たちも随分と助かってるからな。こいつの頼みは断れないんだよ。そうですか、それはそうと。ちょっとコスモス、あなた一体どういうつもり。私たちを置き去りにした挙句、一人で第二ミルチアに行くだなんて。搭載した OS ちゃんと機能してないんじゃないの？そうかもしれませんね。ねえ、ところで本社の指示って何？マシューズ船長、格納小脇のフィッティングルームをお借りしたいのですが。ちょっとコスモス？ええ、構わんが、どうするんだい？コスモスってば。試験用コンデンサのまま戦闘を行ったのでエネルギーが尽きかかっています。リロードのため高ジェネレーターからバイパスをいただきます。もう人の質問に答えなさいよコスモス。料金は請求していいんだな？
はい。コスモ。シオン。はい。センサーに不具合があるようです。目的地に到着するまでの間に調整をしておいてください。なんで私が？これはあなたの仕事でしょ？お願いします。シオン。本当すみません。あの子ったらものすごく融通が効かないから、ご迷惑おかけします。いいえ、僕は楽しいですよ。クルーが増えてこの船も賑やかになったじゃない。そうそう、万年女ひでりだからね。ここはどう？目的地に着いたらホテルのスイートでワイングラスを傾け合うってのは。あ、ああ、ええ、そうですね。ったく、いい加減にしとけよ、トニー。しかしよ、女だってこっちの姉ちゃんはともかく、あいつは人間じゃなくて戦闘機械だろ。そうかな。僕には人と変わらないように見えるけど。船長、この船、セニレイは？ん？コラムの途中だな。アタリアまで3日ってとこか。そこで降りるってんなら降ろしやってもいいぜ。そうか。料金は？今日はケチのつきっぱなしだ。よく書いたらろくな目に合わねえ。つけとくよ。礼を言う。なーに、見たとこ海兵のようだからな。古巣のよしみだよ。まだ残ってる奴がいたんだ。入ってきやがる。おのれ。ケイオス。分かってる。ケイオス君。大丈夫。何やったんだ今。まあ、今のが俺らが助かっている理由の一つってわけだ。理由って今のどうやったんです？クノシスを消し去ることができる人間なんて。絵を描くのが上手い人もいれば、走るのが得意な人もいる。ハマーのナビゲーターとしての腕は超一流だし、ネットに関する知識も豊富。トニーの操船技術は宇宙一で、彼の右に出る者はいない。自称だけどね。船長は借金の多さでは誰にも引けを取らない。ねえ、そう。で、おい、なんだそりゃ。誰にでも何か一つ自身を定義付けできるものがあるはずだよ。シオン、君は何によって定義付けられるのかな。え、私は。僕の場合もそう。ただそれだけのことさ。そう、ただそんだけ。はあ、そうか、そうですよね。そう言われてみるとなんとなく理解できます。そういうことっす。そういうことって、え？だってそんな主任納得しちゃっていいんですか？グノーシスですよ、グノーシス。さあ船長、宇宙にほっぽり出されないうちに目的地に向かわなくちゃ。彼女その辺結構ドライみたいだから。
ねえ、この仕事が終わって借金返したらケルティアまですっ飛んでってスパイスシスターズの妖艶かつエネルギッシュなライブを見ようという俺の壮大な計画が。いやー、ガイナンの旦那への返済は土台無理っしょ、多すぎるもん。しかしまたスパイスシスターズ好きだね、船長も。船長、わざわざケルティア組んだりまで行かなくても後で UMN に接続してみればいいじゃないっすか。バッカルー、単に四角屋に送られただけの情報なんざ、マナコに直接焼き付けられた現実の姿に比べりゃへだへ。要はリアリティの問題なんだよ。そんなのどっちだって一緒っしょ、脳みその中じゃ判断つかないんだし。です、とっとと発信させろ。へい、了解了解。それじゃあ僕はシオンたちを船室まで案内してくるよ。よろしくお願いします。ああ、そうしてくれ。本当薬味だぜ今日は。ビルヘルム様、コスモスから報告です。シオン・ウズキ、アレン・リッチリーの両名はコスモスに同行したそうです。そう、光線域に接近中の戦績不明艦の存在を考えると幸いかと。仮にそれが彼女の脅威となるのであればコスモスは守る。そうなんだよね。はい、全ての指令よりも優先させて。いずれにせよコスモスを引き上げさせたのは賢明さ。軍にも彼らにもこれ以上奉仕する必要はない。ラインの乙女に関するデータも揃ったしね。全ての事象はこの秩序の羅針盤が指し示す通りに動く。あとは必要なファクターを揃え、もう一つが目覚めるのを待とうよ。たかが15億、物の数ではなかろう。無垢の民よ、私たちが最も尊重すべきものでしょう。尊重？何を？博愛主義は壇上でぶってくれ。確かに実験は失敗だったが、エミュレーター回収の手は打ってある。いざとなればオリジナルを使うことも意図は。要は結果が得られるまで繰り返せば良いだけのことだ。両親が我慢ならんといった顔をしているな。ならばお前自身が全てを公表し断罪を待てばよいではないか。あなたこそ非戦の輩どもに、この俺が笑わせるな。断罪を下す場所に立っているのは我々なのだ。それともペレグリ、貴様はこの14年の間に我らの目的を忘れたとでも言うのか。バーグリ司令。なんだ。先遣隊の生存者バンダーカム少佐から報告、部隊は壊滅、ゾハルエミュレーターの確保に失敗したとのことです。ゾハルの所在は不明ですが、グノーシスに奪取された可能性はあります。そうか、474特務艦隊に通達。プラン31の可能性もあり得る。当該中域にて別名あるまで待機させておけ。はっ。
ところで、どういう人物だね、その男は。元連邦警察隊の特殊部隊隊員です。カウンターテロを専門とした、もっとも100年以上前の話ですが、現在は検体サイボーグとして様々な任務についています。サイボーグとは古風だな。死んだ人間を蘇生させ、再利用していた時代の遺物ですよ。現代のように使い捨てのレアリエンはまだなかったのだから。なかなか大した経歴じゃないか。常に成功率の低い任務を希望する男との噂です。変人か、それとも戦闘マニアかね。精神鑑定上は正常だとか、殺人志向ではないようですね。科学の発展に伴い、多くの医療機関がドラッグストアの棚に並んで数世紀だが、未だに幅を利かせているのが精神科医だ。生き残りのためのへりくつばかりで信用できんな。任務遂行率は非常に高いな。推薦もうなずける。お連れいたしました。入りたまえ。君はもういい。はい、失礼します。ジグラット8だな。 TC4667 年死亡後、本人の意思により検体、ジグラットインダストリーズへ。その通りです。今回の話は聞いているかね。いえ。先頃、とある武装組織に復活の兆しがあるという情報が入った。14年前のあの事件を引き起こした組織だ。ユーティック機関。我々が独自のルートで入手した情報から、そのユーティック機関が潜伏している場所が判明した。9世紀から続く古代宗教の礼拝堂として機能していたらしい。放棄されてから現在までの数世紀は無人だった。私にそこへ潜入し情報を収集しろと。その手の仕事は諜報局に任せておけばいい。実はだが、簡単に言うとだ、あるものを救出し、速やかに然るべき場所へと送致してもらいたい。正確に言えば物だが。簡潔に願います。子供、民間人ですか。レアリエンだよ。百式レアリエン、知っているかね。百式、対グノーシスのために特別に製造されたという観測用レアリエン。噂に聞いたことはありますが、容体偽装だとは思いませんでした。実物を見るのは初めてかね。ええ。しかし、すでにベクター社において量産体制に入っているはずでは。これはプロトタイプだ。すべての百式観測機のひな型となる原型なのだ。つまり、すべての事象よりもこの少女の確保を優先しろとおっしゃるわけですね。察しがよくて助かる。で、任務は受けてもらえるのか。検体サイボーグに人権はない。拒否する権利はありません。必要な武器と物資については状況を分析した後に。報酬といってはなんですが、一つ希望を申し上げてもよろしいでしょうか。言ってみたまえ。帰還後、私の生体脳に残存する生前のノイズを除去していただきたい。構わないが、君ほどの旧式ともなると完全な除去は難しいかもしれん。人工部品に乾燥していただいて結構です。奇妙な要望だな。レアリエンが人権を主張する競技、機械になりたがる人間とはね。わかった、手配しよう。ありがとうございます。詳しいことは後ほど、彼女ユリ・ミズラヒ博士に。you
なるほどね。彼は殉職者ではないわ。死因は自殺だそうよ。愛用の拳銃で頭部を一発。自殺だと？そんな男に百式を委ねても良いのか。自滅傾向が現れたらどうする？ご心配なく、彼には自傷行為と任務放棄を禁じるセーフティーが備わっています。彼は意に反して生き返らせられた。残りの生体脳を人工部品に換装すれば、彼は完全に機械となる。その時初めて彼は合法的に死ねるのね。気分はどうだね、薬式デアリエン。ここの料理は不満かね。デアリエンにも補給は必要だろうに。返事もできないほど不作法にできているのか、連邦の百式デアリエンは。その名前嫌いです。なるほど、失礼した。で、何と呼ばれたいのだ、百式デアリエン女。正体のよくわからない人に名前を呼ばれたくありません。私をどこへ連れて行くつもりですか？それは君の知るところではないな。私はどうなるの？我々の役に立ってもらう。機械は使ってこその命、その後の運命は神のみぞ知るといったところか。もっとも君らに神が存在すればの話だが。私にはクノーシスを見つけることしかできません。だからお役には立てません。そうかもしれん。だが、お前のここは違う。我々はお前のここの中にいる男に用があるのだよ。何にせよ、生かしてもらえる間は生きておくことだ。じき、奴が到着する。研究所に帰りたい。
なるほど。あの百式レアリエンにはユーティック機関創設者が残した膨大な研究データが記録されていると。そう、人類の存亡に関わるほどのね。創設者との関係は？ユーティック機関の創設者はあの子、百式観測機の提唱者でもあるの。ヨアキム・ミズラヒ、科学に端的して人の道を外れた狂人よ。何か言いたそうね。そう、察しの通り彼は私の元夫よ。虐殺者と結婚した女の人生を知りたい？いいえ。とにかく連中もそのデータの確保に躍起になっているのは確かなの。時間もさほど残されていないでしょうね。了解しました。明6000時にここを立ちます。お願いするわ。一つ確認したいことがあります。何かしら？確保後の送致先についてですが、あのレアリエンは戸籍上はあなたのご息女となっている。なぜここではなくミルチア太陽系圏なのですか？現在ある計画がミルチア・ミクタム中域を中心に進んでいます。人類にとって大切な、今はそのためとしか言えないわ。それにその方が私もあの子に会わなくて済むしね。ユリ・ミズラヒか。奇妙な女だ。戦場での戦いというものを教えてやろう。
鉄則だ。おかしい。ビークからの定時連絡がない。少し見てくる。お前らはこっから離れるな。はっ。何かあったんですか？うるさい。いいから座ってろ。どうやらあそこのようだな。敵の動きをよく見て対処しろ。ですか？接触症委員会の依頼で救助に来た。接触症委員会？ママが？離れていろ。今から扉をこじ開ける。あ、いけません。無理に開けると警報が鳴るって言ってました。うん、見た目は当てにならんということか。この区画のどこかにマスターキーの保管場所があるはずです。それがあれば。わかった。少し待っていろ。敵の動きをよく見て対処しろ。
守れ。それが生き残るための鉄則だ。痛くなければためらうな。相手にならず出直してくる。
位置を確認する。百式観測機プロトタイプ、間違いないか？その名前嫌いです。別の名があるのか？話は後だ。脱出するぞ。ママ、パパはママって呼びます。いえ、呼んでました。そうか、行くぞ、モモ。はい。Thank you.